はい、どうもお願いします。今日は前回の動画からちょっと時間がね空いちゃったんですけども、すいませんでした。すいませんでした。今日はね、なんと前回西岡選手と対談だったんですけど、今回は、まあ、みんな大好き中川直樹選手に来ていただきました。おとりあえずなんで今ここにいるかというと、ペルーに来てまして、中川選手のコーチがね、ペルー人。そうね、まあね、パートでお願いしてるコーチがペルーにいて、先週たまたま同じ大会で小倉君と一緒になって、はい、練習する場所が来週がねえと、まあちょっといろんなタイミングがあって、ね、ぜひ一緒に練習をさせてくださいということでね。あのコーチもレジェンドだね。ペルーの英雄って言われてる。ペルーの英雄らしいです。ということで、まあ、練習もかなり厳しい中撮影をさせてもらえるということで、何から聞いていこうかな。あ、全日本優勝ありがとうございます。おめでとうございます。3年前ぐらい。3、4年前。優勝して何か変わった？優勝して何か変わったかって言われると、別に特に何か変わったわけではない。あ、本当？うん、なんか気持ち的にもさ、やっぱ中川直樹といえば小さい頃から、まあ、トップを走り続けてとエリート街道をね突っ走ってきたわけじゃないですか。まあでも、もともと俺全日本は、全日本とか全国大会自体ジュニアから優勝したことないから。本当に？本当にないから。準優勝が俺の一番いい結果で。あ、すごい。なんかタイトル総なめみたいな。あ、全然全然イメージがあったけど。で、初めての全日本優勝が、まあ、その3年前。かっこいい。かっこいいよ。かっこいい。かっこいいよ。いや、それは。あ、コーヒー行きました。あ、コーヒー行った。それまでの道のりってこと、 IMG 終わってから。そうだね。あー、まあ、まあ全日本優勝しました。覚えて。2回目。2回目おめでとう。いや、まあ、踏み込んでいいのか分かんないけどさ、うん、やっぱちょっとあの錦織圭が飛び出してきて。飛び出してきたね。飛び出してきて、うん、東北をほら、あいつ表すじゃん。知らんぞ。あいつほら、話して、うん、な、うまいことやっさや、うん、で、やっぱその後に次誰が来るってなった時さ、まあ、海外で活動してたけどさ、やっぱ次は中川直樹だっていうのがやっぱ日本でも流れてきたけど、プレッシャーすごかった。まあ、プロ転向したあとすぐぐらいは結構その周りの目とかが気になってたかもしれない。あ、嘘、うん、意外とあんま気にせんタイプやけど。そうね、そう気にしないように見えるけど、うん、気にしてないって言ったら嘘になるかな。フューチャーズで、フューチャーズで、早稲田の、覚えてる、覚えてるわ。おった？いたよ、俺だって駐車場警備係やった。試合出てないよ。いや、じゃあ駐車場警備係やった。こちらどうぞ。あ、ちょっとすみません、あの係の、ここ今、あれ。めちゃくちゃ厳しそうな警備員やな。そうだよ。でも見てたよ、やっぱ誠とシェシェね。そうそこでメディアがすごい来て、そう、なんか、はい、全くまあ知らされてはない。あ、そうなんだ、うん、なんかそれコート入ったらもうカメラがこうやって、うん、フューチャーズに。いや、そうだ、びっくりした俺も。こんなにフューチャーズフューチャーズって言ったら、フューチャーズのなんか価値がめっちゃ下がるようなあれやけど、基本ないやん。まあまあ、フューチャーズレベルだとさすがにね、相当なプレッシャー。でもなんかあんまり日本でも試合してこんかったから、その視線は感じた、うん。海外での名前しか聞いてないから、うん、私とかなんかジュニアで優勝しましたみたいな。どんなテニスをしてくるんだろうって。駐車場警備をしながら、こいつはどんな試合をするんだろうって。こんなん結構俺警備員にまでそんな目で見ない。いや、もちろんよ。そりゃそうよ、めちゃくちゃ警備してたんだから。試合も気になるな、警備もしながら大変だ。小倉くんさ、1年とか2年生の時とか、1から3まで。笑っちゃあかんのよ。いや、俺は全うしてたけど、別に。あ、ごめん、1年生の時はあれだ、先進。先進やってた。あ、そうなの、ね、うん、めちゃくちゃ先進やって、ちょっと高尾さんにジャッジで怒られてる。ちなみに俺は知ってるつもりなかったの。でも高尾さんのスライスがアウト、で俺はアウトって言ったら、俺の感覚の合ってるよって言われて。大丈夫？知らんよ。え？知らんよ。まずいかな。いや、大丈夫。もっと行こう。なるほどね。感覚を押し付けて来られたんや。そう。いや、
から今思い出を語ってる。いや、高尾さんの試合の審判をさせてもらえるなんて俺はすごい光栄だから別に思い出を語ってるだけで、そういうのがあって、あの時期寒いじゃん、この凍えながらやってたけどさ、コートも早くなるじゃん、寒いとボール硬くて、コートが氷のようだよ。これ本当、これアジアフューチャーズの時。アジアフューチャーズの先進してたの。あのね、先進飛ばされるのフューチャーズ。アジアフューチャーズから人数足りないからアジアのフューチャーズの先進も行かないといけない。そうなんだ。そうだよ。だから2週間やってるから大変なんだからあれ。いや、それはマジでお疲れ様です。いや、本当にありがとうございます。ありがとうございます。うん、そんなね。俺スタテに呼ばれなくなるかな。スタテに出たいんだけどさ、結構遠ざかったかもしれない俺。スタテ。いや大丈夫大丈夫。俺は思い出を語ってあげる。そう。別になんかこれ悪口とかじゃない。ええ、全然。何も悪口じゃない。なんで。いや全然悪口じゃない。悪口じゃないよ。うん、悪口じゃないよ。本当に貴重な体験をしていただいたっていう話。うん、まあそんな感じで、はい、直樹のその。エリート街道っていうのはなかなかエリートかどうかは別として普通の日本のジュニアの過ごし方とはちょっと違った進み方はしたかも。あれなんか言い直し方がまあまあそのね、ありがたい環境でテニスをしてきたっていう海外拠点でね、まあそんなジュニア時代の中でこうしとけばよかったなっていうのは、まあテニスでもそうだし、うん、逆にもっと言えば日本で練習しとけばよかったでもいいし、まあ大げさに言ったね。ないない。じゃあ、なんもない。っていうなら、まあ、トレーニングはもしやってもよかったかもね。あ、そうなんだ。うん、トレーニングは何あんまり。いや、やってないわけじゃなかったけど、うん、もちろん毎日やってたけど。うん、ウェイトって。ウェイトとか、ほぼやってなかったから。それ止められてんの ?IMG の人に。そうね、なんか身長がどうたらこうたらとか。じゃあ、ウェイトは結構やっといた方がよかったなって言われる。あ、そうね。10代後半からもやって、そんなやっていいと思うけど、うん、俺は。ちなみにその海外拠点は森田ファンドの支援で行ってたけど、ジュニアから海外を拠点にすることはおすすめ関係ない。でもずっと別に行く必要はないかなという意見もあり、うん、海外へまずそうね、うん、まず海外には絶対行った方がいいかな、うん、なるほどね。俺の初めては高校修学旅行のサイパン。でもないな。てか高校の修学旅行サイパン。そうなんだよ。めっちゃよくない？そう、俺の商工のスポーツ科っていうところは2組だけサイパン。何した？試合が控えてたからテニスしてた。そう。俺初海外小2とかや。じゃあ結構行った方がいい派ね。まあ、知るっていう意味でまだ行った方がいいかな。そう、まあ、日本が絶対ダメってわけじゃないし、めっちゃ南米おらん。やっぱ試合がいっぱいできるから、うん、だからスペイン語を覚えた方が早いよね。いやマジであのこの1週間2週間ぐらい一緒にいててびっくりしたのがスペイン語覚えてるんですよ。なんかスペイン語で会話してて、うん、いやでも本当にいやなんかねだんだん分かんない単語を言ってても入ってくるんだよ内容が、うんうん、もう俺の経験から。さすが早稲田だ。いや早稲田だ。成績優秀賞もあってます。優秀だから。まあそう、南米とかやっぱそれは回った方がいいと。そっちの方が後々生きてくる気はするから、まあもちろんランキング上げるっていうのは絶対大事やけど、うん、南米に初めて行ったのが13歳かな。また若い自慢。自慢じゃない。若い時経験自慢じゃない。エピソードやエピソードか。だからそこでまあ南米のタイプ、うん、まあスタイルというか知ったというか、うん、14歳以下の大会とか出て、うん、クリスチャン・ガリンとか、若い時知り合い強い知り合いいっぱいいますよ自慢ね。笑顔で。まあちなみにこれはヨッシーにも聞いたやつだけど、うん、最初の出会い覚えてますかっていう。出会い？出会いというか初めて会ったと言いますか。勘で言っていい？うん。全日本ジュニア。ああ違う、大会が違う。で、だから選抜しかなくない。嘘。違う、12か14だな。しかもあれだよ、記念すべき試合を俺って言ってからね。え、試合した？はい、私の初めての全国大会。マジ？初めての全国大会の1回戦、第3シード中川直樹選手。第3シード？はい、TTC 大雨、あのインドア、あの一番手前のコートね、お客さんがいる。
外、中からみんな見れるんです。これの中側616に負けました。全然覚えてない。もうね、大緊張。初めての全国大会で人めっちゃ見てるようで、中川直樹選手でしょ。俺の存在は知ってた。それはもう中川直樹選手、ね、初めての全国大会で第三シード食ってやろうと思いましたよ。舞い上がってるやん。大緊張で何にもできず、終わった後大泣き。泣いたよ。泣いた泣いた。それは何もできなくて、何も緊張で何も覚えてない。あ、負けたっていうよりはあんま覚えてないことになる。思い出がなくなったことに俺は泣いたのかもしれない。だから、え、マジで覚えてない。クソだ。クソだ。あ、西岡良人も中川直樹も IMG ってやつはみんな舞い上がってるわ。ちゃうやん、記憶ないだけやん。何歳よ、13年前とかやろ。13年だよ、何も考えてないやろ。そうだよ、何も考えて、俺も何も試合中考えられなかった。違う意味だよ。違う意味で大緊張してた。もう本当に俺は何を練習して、何だっけ何だっけ何だっけ。俺って誰だって誰だっけ。覚えられてもない。まあでもじゃあさ、まあエリート街道を歩んできて、対戦相手も忘れるぐらいのエリート街道を歩んできて、そのじゃあ何をすれば、何があればグランドスラムにまず出場できるかっていう、やっぱ今後夢と希望を持った子供たちが絶対たくさん見てくれてるから、うん、何をすればいいか分かってたらもう言ってんじゃん。いや、それはまあそんなことじゃないけどさ。で、まあ、多分本当にちょっとしたことなんやと思う、うん、とは思っとる、うん、自然に出てるやん。やばかぶれてるやん。バイだわい。かぶれてるよ。かぶれなとってな。出てましたね、今ね。あはあは、腹立つわ。でもこれ意外と中学校の最初の方で習うやつやね。俺中学行ったね。あ、そうか、相づちってやつや。なんでこれを最初の方に習うのか分かんないけど、会話の流れであはんと、あはんとか結構習うからね。そうなの。そうだよ、教科書にあるから。これはほんまに習う。これを最初に習うのか分かんないけど。あ、マジの聞き方として、なんかだって教科書に書いてるもん。ニューホライズンに、そう、ニューホライズンに書いてるし、これをみんなで復唱させられてる時めっちゃおもろいから。全員でははんって言うの。何やってんだろうと思って。あはん、ハマってるやん。その先生が言った後に俺が言うから、先生が言ってたみたいな感じで、あはあは。そうなの。そうだよ。なんで俺ずっと修行をしても、もっとなんか習ってもいいことあるだろうと思ってたけどさ、結構最初の方にやるから。これ何の話だっけ。いや、どうしたら良くなるかってことね。まあ、でもその差はあんま感じてない、まあ、もちろん差はランキングでちゃんとあるから、うん、あとは自信、根拠のない自信とか。ああ、俺が唯一持ち歩いてるもの。常に持ち歩いてるもの。どこ行ってもコロンビア行ってもエクアドル行ってもペルー行ってもずっと持ち歩いてる。それだけはなくさないんですよ。それだけはずっと持ち歩いてる。本当にめちゃくちゃ大事やから。いや、大丈夫大丈夫大丈夫大事、うん、絶対大事。そう、それはまあやり方っていう面では、試合中何を考えてる、まあ大きく分けると、戦術をめちゃくちゃ考える人と、意外と本能でテニスをする人っていう、まあヨッシーみたいにめっちゃ考える人と布石打ったりするから。そう、藤俊介みたいな。いい風吹かしてるやん。してるから。だから曲がるんや。曲がる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 。風吹いてるもん。どっちかというと考えない方。俺は割とこう考えすぎると体が動かんくなるから。ええ、わかる。マジでわかる。だから、かといって何も考えてないわけじゃなくて、まあ、できるだけ物事をシンプルに捉えるとして、考えるよりは感じたい方、うん、その雰囲気とかあるやん。だからここまくられそうやなっていう雰囲気あったらまくられるよ、これ。
それなくそうやグランドスラムへの道、それ一番大事じゃないそんな思い通りになる力があるんだ、プラスに働かないと俺多分ねまくれそうだなとかさ、その雰囲気に関しては感じ取る力に関しては俺すごいと思う。だから感じちゃってるからダメなんだよそんな本当になっちゃってるんだよねじゃないんだよ感覚ではやってないけど、もちろん嗅覚は大切にしたい。前向きに捉えようあ、私ただのアホかもしれんちょっといいこと言おうとしてただのアホで終わってる気がするな、これおい、もっといいこと聞けるかと思ったら、なんか結局ただのアホじゃんこんな感じかな、でも結構話したな、楽しかったね何もデート終わりみたいな何それ、楽しかったね、楽しかったね、何がおつけてんのまあまあ、そんな感じで、じゃあありがとうございました、ありがとうございました、また、じゃあ皆さん、おげよう。